しかったです。じゃあじゃあじゃあね、始まるよ。今日紹介するのはこちら、プリキュアカラフルカップスイーツ。イエーイ。カラフルカップスイーツが作れるそうです。美味しそうなんだよね。だけど、一人コップが3個いるそうです。大変ですね。開けていこう。おお。コップにして。見て。ビニールみたいなのが。あ、本当だ。絞り袋だね。カップの種類はこちらの3種類あったそうです。入ってたものはこちらのカップ。はい、こちらのイラストはペコリンと。キワホイップですね。はい、他に入ってたものはこちらのストロベリークリームの粉、プリンの粉、バニラクリームの粉、シュガーミンツ、絞り袋です。はい、綺麗。まず紙コップにまず入れてください。はい、青とピンクに入れてくださいね。え、チョコ全部なあ、と思うよ。じゃあもう一杯入れます。じゃあ次、赤目。はい、入れれましたか。はい。そしたらね、今度はプリンを作りましょう。はい、はい、プリンの粉をこちらのカップに入れてくださいね。いいよ、入れてね。これさ、硬いよね。プリン、あ、ストロベリークリームの粉入れてる。あれ、それはね、それここの中入れて、ストロベリーの粉はこっちです。全部入れてよ。そしたらハートの印のところまで牛乳を入れます。牛乳じゃない、違うよ。はい、牛乳を入れたのでよくかき混ぜてくださいね。ダマにならないようにかき混ぜてね。こういうのってダマ？なんかこれプリンっぽくなってきたことない？ほら、あ、ほんとだ、なってきた。すごいすごい、頑張って。15分だよ。はい、15分も早い。バニラクリームの粉と、ストロベリークリームの粉をそれぞれコップに、さっき入れた牛乳の中に入れてください。はい、そしてよくかき混ぜてね。はい、混ぜる？混ぜます。なになに、もういいよ、混ぜて。混ぜます。あー、混ぜて、やば、やば、あーやべー、やべー、やべやべだと、やべて、ここね、外を回せばいいな。やばい、ちょっとテンション上がって張り切っちゃいましたね。見て、はい、よし、オッケー、見て、オッケー。よし、じゃあバニラクリーム作ろう。バニラクリームの粉を作ってください。バニラクリームどこ？はい、よろしいでしょうか。食べちゃったよ。クリーム食べた、めっちゃ食べたよ。今から絞り袋に
入れていきたいと思います、うん、半分バニラ、うん、半分ストロベリー、うん、で入れるんだよ、うん、難しいから頑張って、うん、じゃあ、わかった、スプーンで、あ、ここでコップが必要になってくるそうです。はい、こんな感じですね。上手に入れれたよ。これ絶対そう、ほらめっちゃ、めっちゃカチッ、ね、肩もいい感じじゃない？まずストロベリー入れてみますね。はい、半分バニラ、半分ストロベリーだよ。いやー、これはどうかな、できるかな。はい、どうぞ、いいよ。ストロベリーも入れてね。なんかついちゃうよ、これ。はい、では絞り袋ができたので、さっき冷やしたプリンを持ってきましょう。はい、はい、見て、意外と、あ、意外となってるね。うん、これじゃいいね。うん、いいよいいよ。はい、じゃあ持ってきてください。はい、持ってきたよ。はい、できました。こちらココミちゃんの作品ですね。はい、綺麗に、綺麗にできました。私の作品こちら。はい、どれだ。はい、じゃあそこの、あ、リココちゃんの作品ですね。はい、じゃあそちらに絞り袋を絞っていきましょう。グニュグニュグニュ、わかる、そう、ソフトクリームみたいに。そうです、上から絞ってね。上、一番上持って、いい、絞って、うん、よっ、これ、あ、どこに絞ってんの、リココちゃん。こっち、こっち出てきてる。そうそうそう、じゃあいい、絞って、プリンの上に絞ってください。絞れる？あ、まだ出てきません。あ、リココちゃん、あ、早いですね。シエラちゃんは、お、やばいやばいやばいよ。どうなってる？いいですね。あ、上手。シエラちゃん面白いな、それ。イメージと違ったでしょ、みんな。ちょっとね、これ難しいよね。はい、じゃあ最後の仕上げはミンツ、トッピング。全部かけていいの？いいよ、可愛くかけてね。ドバってかけちゃえ。あ、かけちゃった、全部。そうなの？かけ終わりました。早いですね。はい、じゃあ一人ずつ見ていきましょう。はい、ココミちゃんの作品はこちらです。名前は、名前、カラフルボールアイスクリーム。カラフルボールアイスクリームだそうです。はい、美味しそうです。はい、セイラちゃんの作品はこちら。名前は、トッピングたっぷりプリンクリームパフェ、うん、トッピングたっぷりクリームプリン、ちょっとトッピングたっぷりカラフルカップスイーツ。みんなと比べてちょっと少なめになってしまったようですね。いや、コブちゃん、ペちゃん、あ、してる、潰したんだ。いっせーので、いただきます。いただきます。はい、どうぞ。じゃーん、あ、おいしそう。クリーゾー、なになに、おー、混ぜたのね。皆さんの感想をどうぞ。ミンツがカリカリしてます。はい、ココミさんどうぞ。カリカリしてご飯がいちごとストロベリーのクリームとバニラクリームとプリンが混ざっておいしい。おいしい、すっちゃミンツが食べすぎて。それさっきも聞きましたけど、歯がグラグラだと思われる歯にちょっと引っかかるんでしょ？ね、噛みづらく。ちょっとね、ミンツカリカリだから。いただきます。あー、なんだなそれ。ちょっと足立て、足立て。大きい。